ちは、三輪純子です。現在、地球温暖化問題は国際的にも主要な議論となっています。普段の暮らしや産業活動などでも CO2 をはじめとする温室効果ガスが排出されているのはご存知でしょうか。私たちの生活の中だけでも製品の消費や利用、廃棄、リサイクルなど様々な段階で CO2 が排出されているのです。では実際に私たち消費者は何をしたらよいのでしょう。ゴミの削減や電気の節約などやれることはたくさんありそうですよね。でも一体何をどれぐらいやったらいいのでしょうか。世の中にある製品は何らかの形で化石燃料を使って作られ、運ばれ、捨てられるわけです。一体どういう製品がどれだけ温室効果ガスを排出しているのか、その物差しとなるのがカーボンフットプリントです。カーボンフットプリントとは、ある製品の材料がいろんな工程を経て製品になり、それが皆さんの手に渡り、使用されてから捨てられるまで全てにかかる温室効果ガスを CO2 に直して、排出量が一目で分かるように数字で表したものです。カーボンは炭素、フットプリントは足跡ですから、カーボンフットプリントとはその製品が地球に残した CO2 の足跡とも言えるわけです。そのカーボンフットプリントを店頭に並ぶ商品やサービスに表示するのがカーボンフットプリント制度。今後日本では製品の CO2 の見える化を目的に、この制度を具体化していきます。ではカーボンフットプリントとはどのようなものなのか、もう少し分かりやすくアニメーションで見てみましょう。さあ、ここからは理解してもらいやすくするために僕らが説明するよ。うん。さあ、ナナコちゃん、このマークは知ってるかい？知らない。これがカーボンフットプリントのマークさ。へえ。このマークを見てどういうふうに理解する？CO2 が 123g 含まれている。いや、そうじゃないんだよね。あ、違うの？知りたい？うん。この数値は原材料調達から廃棄、リサイクルするまでの総排出量が表記されているの。どういうこと？例えば、缶ジュース。私ジュース大好き。そうじゃなくて、この缶ジュースができるまでを大雑把に説明すると、まずは中身となるオレンジを栽培しなきゃいけないのはわかるよね。うん。そして入れ物のアルミ缶を作らなきゃいけない。なるほど。で、その時にも CO2 はもちろん排出される。うんうん。そしたら次は飲む。まだ缶ジュースになってないでしょ。そっか。ジュースを作らないとね。よし、作ろう。これで完成。よし、飲もう。目的変わってきてない？そう。で、この過程でも CO2 は排出されるんで、次はこのジュースをお店に運ばないとね。なるほど。で、この過程でも CO2 は排出されるんで、また？うん。ジュースは冷やさないと美味しくないでしょ？うん、生ぬるいの嫌。でしょ？で、この時も CO2 は排出されるんで、また？ CO2 また出るの？そりゃ出るよ。はぁ、やっと飲めた。よかったね。これでめでたしめでたし。みんなわかったかな？まだ終わってないよ。そうなの？カーボンフットプリントの説明になっていないじゃない。そっか。飲み終わった缶はどうするの？うん、捨てるよ。でしょ？で、この過程でも CO2 は排出されるんで、それでこの全ての工程で排出された CO2 の表記がこれ、カーボンフットプリントなの。わかった？もちろんわかった。だから例えば全く同じような商品でも、工程によっては
この表記に差が出て CO2 の排出が多いか少ないか消費者が確認できるってことなの。わかった？わかった。こちらのマークをご覧ください。カーボンフットプリントのマークは測りをモチーフにデザインされています。 CO2 は目に見えないものですが、見る人に意識的に測ってもらおうという意図があるんです。このマークが表示されている製品は材料の段階から捨てられるまでの全ての段階で排出された CO2 を積み上げた数値を表示しています。カーボンフットプリントマークが表示された製品を製造している事業者は環境に対する意識の高い企業だと言えます。そして今このカーボンフットプリント制度は世界中で注目され、本格的に動き出そうとしています。このマークが広まったらどんな影響があると思いますか？現状では難しいと思うけれど、カーボンフットプリントのマークの情報をきちんと理解できるようになったら違いが分かるんじゃないかな。考え方もきっと変わってくるよ。このマークで買い物の習慣は変わると思いますか？どうかな。おそらく学校で教育を受けた若い世代は変われるんじゃないかな。でも僕らの年代はもう生活習慣が出来上がっているから、買い物の習慣を変えるのはなかなか難しいかもね。このマークは重要だと思いますか？そうね。商品を買うときにもっと環境に気を使うようになるわ。私たちの両親はきっとそういうことを考えて買い物はしないから、それも変わるかもしれないわね。あなたは気にしますか？もちろん。イギリスでは実際に製品にカーボンフットプリントマークを表示する実験がスタートし、ウォーカーズ社のポテトチップスや小売業最大手のテスコ社がお菓子やジュースなど一部の商品でマークの表示を開始しています。このように最近ではイギリス、フランス、韓国などでもパイロットプロジェクトが実施されています。各国の動きを受け、2011年中のカーボンフットプリント制度の国際基準となる ISO 化に向けた検討も2008年から開始されています。またなんだかややこしい、わからないマークが出てきちゃったわと思ったら、とってももったいないマークだと思います。例えばジュースを選ぶときにも、皆さんだったらまず値段よね、いえいえ私は添加物が入ってるかどうか、いえ果汁何パーセントか、ううん、カロリーとか、いろんな決め手になる基準はあると思いますけれども、この新しいカーボンフットプリントのマークというのは、そうやって自分のお財布とか健康とかを超えて、次の世代あるいは地球の未来にとって、実はその企業がどんな姿勢を持っているかということを表明する、とても素晴らしいマークなんだと思います。つまりこれを企業としてマークとしてつけますよということは、相当未来について責任を持つ企業ですというお知らせにもなるマークですよね。なぜかっていうと、よく調べてみたら結構二酸化炭素今まで出してる商品だなっていうことが、企業にとってはひょっとしては隠しておきたいことなのかもしれません。でもそれをあえて出して、次の時にはこれをもっと減らしたいと僕らは思っていますという企業の責任ある姿勢を出していること、つまり消費者は同じジュースが並んでいるときに、これを、お、この企業は地球の未来に責任を持って取り組もうとしている企業なんだってことをチェックすることができる、とっても新しいコンセプト、新しい哲学のマークだと思います。
そんなこと言ったってインチキよと私たちが消費者が言っていたら企業は育たないと思います。そういうことをどんどん出していく企業いっぱい増やしていくためにも私たち消費者がチェックをして、あらこの企業頑張ってるじゃない、応援してあげよう、ちょっと高いけどと思っても、それは未来を作ることに私たち消費者が参加できることなんだと思います。社会にとっていいことをしたいと思う企業を増やしていけるのは結局私たち消費者にかかってるんだと思います。地球温暖化が加速する中、私たちができること、それは普段の何気ない生活の中でどのような商品を購入するのか、ちょっと地球のことを考えながら買い物をしてみると良いと思います。その選択そのものが低炭素社会の実現の鍵となります。近い将来表示されているカーボンフットプリントのマークを見て商品を購入する、そんなライフスタイルが求められているのかもしれません。一人一人が無理をせずに少しずつ地球温暖化を克服していくのが大事なのだと私は思います。